台北駅は台湾台北市中西区にある台湾高速鉄路、台湾鉄路管理局及び台北都市運の駅である。台湾鉄路管理局の特等駅であり台湾鉄路管理局の本部が設置されている。重間線が乗り入れる。かつては重間線の他に淡水線が乗り入れていた。2007年に台湾高速鉄道が乗り入れ2016年6月まで 始発駅となっていた。台北都市運では台北車丹と表される。2017年には東園国際空港とを結ぶ非常早雲もこの駅に設置された。なお、若い世代を中心に北車と略されることもある。台北都市運では駅番号を導入しており、淡水新儀線が R10、番南線が BL12 に振り分けられている。台北駅の北方。 台北天運搬は国道客運の路線の提供。当ターミナルを発車するバスは直接市民街道に出ることができ、台北駅付近の平面道路を通る必要がない。地下化工事外略駅舎は地上6階、地下2階である。地上6階から地上3階までは大鉄本部オフィスで、大鉄総局、総合運転指令所、台湾鋼鉄職員待合室。 YMCA など民間企業と団体、大鉄園芸庁が入っている。地上2階は商業層で微風台北車単、フードコートがある。地上1階には大鉄、鋼鉄切符売り場、自動券売機、観光案内所、大鉄案内所、大鉄当直駅長室、大鉄弁当本法1号店、鉄道警察分駐所、鋼鉄サービスセンター。 公鉄警察分駐所、公鉄憲兵含むがある。地下1階は改札外であり、大鉄は国営、公鉄は民営のため、改札口も別々となっている。台湾高速鉄道は、島式ホーム2面4線の地下駅。台湾鉄路管理局は、島式ホーム2面5線の地下駅。両方とも地下2階にある。公鉄ホームには、 南高延伸時に鋼鉄発の可動式ホーム作が設置された。大鉄と鋼鉄のホームは中間の仕切りがなく互いに見渡すことができる。地下改札口は北側が大鉄、南側が鋼鉄用となっている。大鉄、鋼鉄ともに改札口が、中央寄りが乗車専用、東端、西端側が校車専用になっている。1階には 鉄道グッズショップ、大鉄夢工場がある。また、地下1階の南側、北側の通路には、コインロッカーが設置されており、北側の一部区画等は、大型のスーツケースにも対応している。ロッカー番号を入力して締め、取り出し時には、レシート記載の暗証番号を入力するタイプと、一般的なコインを入れ鍵を抜くタイプの2種類がある。 乗り場台北駅軌動図単推進技線は、島式ホーム一面二線の地下駅で地下4階に位置する。伊丹南線は、島式ホーム一面二線の地下駅で地下3階に位置する。両ホームともに、可動式ホーム柵が設置されている。改札外コンコースには、台北都市運の関連グッズを販売する、台北都市運商品館がある。乗り場各年度の乗車人員は、 以下の通りである。2014年度に年間の乗降人員の合計が1億9000万人を突破し、欧州最大かつ日本以外の駅では最大の利用客数を持つパリキタ駅を上回った。2016年11月の資料によると、台北都市運の1日平均乗降人員は約31万4109人であり、台北都市運中1位。 2018年度の台湾鉄路管理局の1日平均乗降人員は12万760人であり、長年台湾鉄路管理局中1位を占めている。国道客運台北総駅営業当時の周辺図、A、旧国道客運台北総駅、現地上早運台北車丹 B、旧大北西丹 A 棟、現台北交流広場 C、大北天運駅 D、 九大北西端 B 棟 E、大鉄台北駅、国光客運台北車団連ら根 A 校舎の一部路線が、発着する高六校舎団台北駅 M1 出口、そばの鳥人間は、インスタレーションアート作品、無裕難祭柔ら、各分体作台北東大美術館所蔵早運、台北駅の北側から、総連駅の南側まで、早運淡水新儀線の地下1階にある。大鉄、 公鉄台北駅の北側、市民街道一段の地下にある。大鉄、公鉄台北駅の南側、ただたか西地一段の地下にある。台北駅バス乗り場、ありがとうございます。